グアンタナモ湾の地図。区切られた地域がグアンタナモ米軍基地で、左下側に記載されているのがリーワード、ポイント飛行場リーワードポイント飛行場、またはリーワード飛行場とは、キューバのグアンタナモ湾に存在するグアンタナモ米軍基地の飛行場。飛行場は、平均海面上の標高17メートルの場所に存在。2438メートルアスファルト製の 滑走路が一つ存在する。1993年8月18日に、この滑走路に着陸しようとした、アメリカンインターナショナル航空のダグラス DC-8 の墜落事故が発生した。湾の向かいには、マッカーラ飛行場が存在するが、すでに飛行場としては使用されておらず、1990年代から2007年まで、ハイチ難民のキャンプとして利用されるなどしている。 a b c ミュームの空港情報。ワールドエアロデータ出展。リフィーフ。NBW の空港情報。グレートサークルマッパー。出展。リフィーフ。フォトス・オブ・リワード・エ・フィールド。グアンタナモ統合任務部隊。2010年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月30日閲覧。グアンタナモ、パブリックメモリープロジェクト。リパーアッパシング・ギトモ。 blog.gitmomemory.org、e、2020年6月3日閲覧 Wikimedia Commons にはリーワードポイント飛行場に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。